赤道州、または、エクアトリアは、南スーダンの歴史上の地域で、中世から近代まで、スーダンと呼ばれた地域の東南部にあたる。奴隷貿易金圧を口実に、ムハンマド・アリー朝の依頼を受けた、サミュエル・ベーカー率いる、遠征隊により1869年に、征服、1870年に設置された。1976年以降は一時期復活していた。 時を除いて、行政区画としては存在せず、エクアトリア地方という地域名となっている。なお1948年以前は隣接するバハル、アルガザール地方を含んでいた。人口377万人。スーダン市では1820年代から、後のスーダンの領域が、およそ征服されるまでの時代を、ムハンマドアリーがかつて、オスマン帝国配下であったことから、 トゥルキアと呼ぶ。1874年には、チャールズ・ゴードンが、初代総督に任命された。ナイル系民族の形成された地域と考えられて、きたが、ナイル系民族と周囲との境界や、集団間の関係は曖昧である。1878年には、 エミンパ社が総督となり後のウガンダとなるブニョロの征服を試みにしないる地方やラドなどを征服したが、マフディ戦争の影響も受け孤立した。この時期の赤道州は、エジプトの出先機関となった。バハル・アルガザールは、歴史的に異なる地域であるが、赤道州設置時に征服されていたため領域に含まれたが、 イギリス・エジプト両時代の1948年に分離した。分離後の人口は90万人ほどであった。第一次スーダン内戦後、1976年に赤道州は東西に分けられ、第二次スーダン内戦の一員ともなった。1991年に、かつての赤道州が復活し二人の知事が治めていたが、1994年に、 スーダンの行政区が26のウィラー屋に再編され、東西赤道州と、白ナイル上流部のアラブ語名にちなむバハル・エルイコール・ジャバル州となった。バハル・エルイコール・ジャバル州は、南部スーダン自治政府によって2005年に、中赤道州に改名された。ここでは、行政区画としての赤道州消滅後、元州域に置かれた、行政区画を一覧とした。 1976年に赤道州は東西へ分割。1991年に再統合が行われたが、1994年に3州に再度分割された。また3州には24の軍が設置された。2015年、サルバ・キール・マヤルディ大統領令によって8州に分けられた。2017年には、グブドゥエ州よりタンブラ州が分離し、 九州となった。ありがとうございます。